DIY で作成した棚です。すべてノコギリとインパクトドライバー作りました。現在作成中のこの玄関の棚をまだ1段しかできてないので、棚を作っていこうと思います。で、今までノコギリでやってたんですけど、今回こちらを購入いたしました。マキタの M565 丸ノコですね。開けていきたいと思います。まず見えるのは本体ですね。これはこのスペースに入れて、木材のガイドとなるものらしいです。で、よいしょ、これが本体ですね。と、一応怪我しないように、カバーがついています。で、角度は垂直から斜め45度までの角度がつけられます。バッテリー式ではなくて電源供給式になります。今回買ったのは基本的に自分がやるのが木材なので、一般木材用の丸ノコになります。あとは説明書、取扱説明書だけですね。190ミリモデル買いたかったんですが、在庫がなかったので165ミリモデルを買いました。